はい、今回はですね、仮想通貨の取引所で、イデベックスっていうところがあったと思いますね。こちらの方ね、検索してみました。で、一番上に出ているのがどんなサイトかと言いますと、まあ、こんな結構わかりやすいサイトになってますね。で、特徴とか注意点が書いてます。モグコインの扱っているということですよね。で、どんなことを知ることができるのでしょうか。まあ、このサイトを見れば大体わかるってことですよね。インドとの関わりが深いとか。うん、なるほどね。二段階承認とか書いてます。多分ご覧になっているところが多いと思いますけども、私が注目するのはここなんですよね。例えばツイッターアカウントなんですけども、こちらの公式ツイッターの方は、もう2年ぐらい更新されてないですね。1年半ぐらいか、更新されてないということで、ちょっと不安が心をよぎるところですね。で、次、Facebook にコミュニティがあるみたいなんで行ってみます。そうすると、もう利用できなくなってますね。Instagram はどうかな?期待できるかな?Instagram は投稿がない上に、フォロワーが7人しかいない。ということで、ちょっとわかんないですね。ちょっと SNS 的には、もう、なんか、しょんぼりしちゃってるのかなと思います。日本人対応してるということなんですけども、果たしてそうなんでしょうか。で、本拠地は香港なんで、香港の情勢が変わってますんでね。で、取り扱いは体のもやってるんだ。っていうところでいろいろ読むことができますけども、ライブサポートは24時間年中無休と書いてますけども、サポートがないですよね。コールセンターの解説も特徴と。これがなかなか難しいですよね。で、注意点があります。知名度が低い、取扱い通貨少ない、日本語対応していない。まああれですね、あの取引所にたまにあるんですけども、意気込みよく始めたんだけども、だけどもあのスタッフさんが辞めちゃったりとかね、いろんな状況の変化でほとんど回転してないっていうところかもしれません。っていうのがね、やっぱりこう、優秀なエンジニアさんって暗号通貨の取引所の引き抜きにあっちゃうんですよ。そういう感じで、まあマネージャーがとんずらしたりとかね、資金的にうまくいかなくなったりとか、いろいろあるんですよね。どうなってるんでしょうね、今回ね。期待してるものを一つして挙げてる方がいると。このバナコさんっていう方にツイッターですからね、連絡を取って聞いてみるのが一番いいのかもしれません。ここにもありますよね。で、期待されてる方です。この方にメッセージを送るっていう方法もあります。何か知ってるかもしれません。こういったリサーチの仕方を取ってみてはいかがでしょうか。ね、あの、少ない情報でも、こうやってツイッターアカウントなどから連絡を取って、いろいろと情報を集めてみると、一つの方向性が見えてくることもあるんですよ。今できるのはそんなところかなと思いますし、あとこのね、ブログを書いた泉くんって方が、この記事のオーナーさんでいらっしゃいます。この方にツイッターから連絡を取るっていう方法もあると思います。ね、この方ね。はい。ちょっとツイッターの更新もしてないのかな?もしかしたら。大丈夫かな?はい。まあ、こういう方法でね、いかがでしょうか?まあ、辿ってみてもいいんではないかなと思いますけども、どんなところでしょうか。